軽井沢ワールドトイミュージアムは長野県北作郡軽井沢町に存在したおもちゃと模型の企業博物館である。現在は閉館している。入口軽井沢駅から望むコレクションは1982年に開館したイギリスのロンドンおもちゃ模型博物館の所蔵品約1万点が元になっていた。1989年日本のゼネコン、藤田が同館を買収。 同年より、同社のメセな活動部門、藤田文化財団が運営した。1999年、藤田の経営難により、同館が閉館となった際、所蔵品約1万点のうち17から20世紀のアンティークトイコレクション約7000点の引き取り手を探していたところ、玩具メーカーのバンダイがこれを買い取った。コレクションはバンダイにより、日本に移され、 2004年4月28日、軽井沢に当館を開館した。当館では修理、補修を行った収蔵品のうち約1000点を展示し、一部の展示品については定期的に入れ替えていた。展示品は世界有数のコレクションからのりすぐりのもので、ショーウィンドウにトラクションエンジンが展示されていた。地下1階の展示室の蒸気機関模型の展示は日本における 産業革命時を同じくする。いずれも資料は第一級品のものばかりであり、日本全国主要都市で巡回展示も行われ、2004年7月から9月に六本木ヒルズで開かれた企画展スチームボーイ19世紀論論ンン展には蒸気機関等の貴重な収蔵品が展示された。2007年11月26日に閉館。所蔵品は同年4月28日に 栃木県三部町に開館したおもちゃの町、バンダイミュージアムにすべて移管された。同館にて、ワールドトイミュージアムを構成する、所蔵品となり、観覧に供されている。跡地は、軽井沢、プリンスショッピングプラザの一区画となり、複数のアウトレット店が入居している。ありがとうございます。